はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では第4話の方に進んでいきたいと思います。お、あいつドグロの町に入ってるけど大丈夫か。なるほど、やはりこの鎖は人間界から来たということか。可能性は高い。ジンの話によれば回収していたのは俺たちの世界のオーマだ。間違いないのか、ジン。俺は鎖など興味がないが、あんな格好をした連中はそうはいない。金の鎖か。おい、何を企んでいる三島和也。主が戻ってきたってだけでも事件なんじゃ。おとなしくしとれ。俺がここで始末をつけてもいい。できるのか、貴様ごときに。また始まった。ちょっと三島平八、何とかしてくれない。やらせておけ。友だ俺にでもなればどちらの肉体も手に入る。この一家おもろいがあかんな。ちょっと静かにしてちょうだいね、調べてるから。おかしなエネルギー反応。これは揺らぎに近いような。だがここは魔界、すでに異世界だ。次元の歪みである揺らぎがここで起きる。なんじゃ、嫌な予感がするの。はあ、これ以上おかしなことがそうそう起こるはずが。エネルギー反応大きくなってるけどね、かなりの速度で。へ、おかしなことが起こるってこと。おお、消えた。みんな転移したぞ。今日の授業も終わりね。これは誰だ。なんだろう、妙な胸騒ぎがする。空気が少し震えているような。シャルトスが勝手に。何かが起きてる。この島に、いえあの遺跡に行かなきゃ。歓喜の門に。え、何キャラこれ、マジで全然わからん。ここは魔界ではない。こいつもわからん。だがどうしたことだ。私の体は以前の戦いの時すでにこの世界に満ちる。気のせいか。気のせいかって感じだな。気のせいだよ、気のせい。あ、宝箱がある、あそこ。この者たちは人間魂の力を感じる。どうやら霊魂この場所に縛られているのか。人間、なんと弱いことよ。だがその弱さの中、強さを合わせ持つのもまたこの生命体の得意性か。この世界の霊魂よ、我が力に従え。我が名はパイロン。我こそは宇宙の真理。門よ、我が前に道を開け。この力を持って私は再び世界を手に入れる。なかなか熱がこもってんな。あ、宝箱いっぱいある。これなんかすげえクリスタルみてえだな。なんや、何が起きたんや。キャー、びっくりした。みんな無事か。大丈夫だ、数えてみたが全員いる。だが問題は何が起きたかだ。ふう、わしも何度かやられたことがあるが、これは召喚じゃな。召喚じゃと。呼び出されたということね、異世界に。つまり魔界からさらに別の世界に。ふん、貴様らに同行を進むつもりなどなかったが。巻き込まれたみたいね。まあ面白そうだからいいけど。面白がってもいられんようだぞ、モリガン。え、ちょっと、あそこにいるのは何？新たな BOW。 宝箱は気になる。なるほど、この門は文字通り異世界をつなぐものだということか。燃えているファイヤー人間。明らかに化け物だな。どこの世界のやつだ。パイロン、あれパイロンじゃないの。見間違えようがあるまい。知っているのか、デミトリ、モリガン。かつて魔界に現れた存在だ。お久しぶりね。また正気を吸い取られに来たのかしら。
私の体は一時は世界と同化した。だが再び戻ってきたのだよ。つまり世界は支配者を望んでいるということだ。また面倒そうなのが出よったの。魔界の住人っていうのはみんなこんななのかしらね。やつは魔界の住人ではない、宇宙から来たとか言ってたな。今度の相手は宇宙人か。報告書に何て書けばいいんだ。私の力は完全には戻っておらぬ。だがお前たちを吸収すれば。宇宙人なんか言ってる。吸収って何？ふん、逆に叩き伏せ研究材料にしてくれるわ。ここかどこかを調べる前にまずは身を守る必要がありそうだな。ああ博士、下がっていてくれ。はいはい了解、頑張るように。課長、お前は何もしないのか。う、待て、この空間が引きつる感じ、また何か来るぞ。このゲートが問題だな。クロスゲートか、これは。クリスタルこっちにも。おお、忍者軍団。ここは、あ、飛竜いた。もう先生のことをもっと聞かせてよ。く、なんだここは。飛竜、夏、どういうことだ。俺に何が起きた。あれ、なんだっけこいつの名前。名前が忘れてしまった、また。あんたも飛竜追っかけてきたの？これはね、姫かじゃなくて、ちょっと頭忘れちったな。もう漢字が難しすぎる。いや、俺はあの後、突然光に包まれた。ここはどこだ？わからん。だが。あ、宝箱。あれは人間？もしかして、僕たちと同じようにしてここに？なんや、また、けったいな格好やの。忍者の仮装かいな。少なくとも本物の忍者が2人いる。ん？アリス、知り合いでもいるのか？ああ、あそこにいるのはオーマ。オーマじゃねえよ、オーマは敵だよ。その服、シンラか。特務機関シンラのエージェント。そうだ、オボロ一族の当主にこんな場所で会うとはな。オボロ、何者だ？簡単に言うと、わしらと同じ政府機関に忍び機関っちゅうのがあってるじゃな。合同任務の際に何度か会ったことがあるんじゃ。なかなかの技前じゃぞ。政府機関というのは珍妙な連中ばかり使いたがるものじゃ。そこにいるのは三島平八に三島和也だと。どういうことだ。要注意リストに入っているものとどうして共に行動している。ふん、鬱陶しい。御託を並べる前に今の状況をどうにかするのが先だろう。感じ悪。でもまあそういうことだよね。どうなってんのこれ。飛竜、あんたがここにいるということはどうやら揺らぎが起きたようだな。どういうことだ。飛竜は未来から来たはずだ。どうして神羅はお前を知っている。以前の任務で一緒になったことがある。じゃああいつらも先生のこと知ってるのかな。未来から来たって急に言われても。それだけじゃない、この夏という忍びは過去から来た。え、じゃあ本物の忍者ってこと。おっ、なんだかマジそういうことみたい。すごいよ、なるほどくん。私、忍者なんじゃ以外の忍者って初めて見た。忍者ってまともな人はいないのかな。揺らぎは世界だけでなく時間をも超える。決して珍しい現象ではないが、立て続けに起こるっていうのは気になるの。これは面白い。やはり世界は面白い。また来るようだぞ。何？また来んの？どんだけ召喚してんだよ。ってことはここがメイン舞台の世界になるのか。これ敵じゃん、どう考えても。あ、飛竜が追ってた娘だ。転移座標が不明。ここはどこだ。なんだ、チャイナ服の娘。それに戦闘用のロボットか。トンテ、妙なところであった。お前はストライダー。どうしてお前がここにいる。そういう貴様はここがどこか分かっている。場所などは関係ない。貴様らグランドマスターの残党が何をしているか聞かせてもらおうか。飛竜、もしやこの女がお前が探していたという彼女。やつはかつて抹殺した名誉グランドマスター、その部下だった女だ。俺の任務は残党をいぶり出し始末することだ。まだ計画は始まったばかりだ。ストライダー、お前の邪魔はさせん。これはどうなっているんだ。俺たち以外にも次々と様々な世界、時間を超えてここに召喚されているのか。おお、また来た。またわけわかんないやつが来た。
あれは何？忍者ロボットなの？いや、こいつはサイボーグ。しかし、この感じは。なんかさ、あいつ。なんだっけ、こいつの名前。本当にわからん。やつを見たことはない。だが少なくとも、俺のいた時代とは関係はあるようだ。なんだと？なぜわかる？やつが連れているのは式神。悪しき陰陽師たちが使う式神だからだ。だがなんだ？気にかかる。一体なんだ？何が起きている？私の力の解放で活性化したか。これは使えるかもしれんな。また振動が。このままではキリがないぞ。門をぶち壊すしかないのか。施設破壊用の装備など持ってきてはいない。この規模のものを破壊するのは無理だ。破壊なんてしちゃダメです。誰だ？この声は女か？向こうから誰か来るよ。これはなんてこと。やっぱり歓喜の門が暴走しているの。こりゃえらいべっぴんさんが来よったで。姉ちゃんどないする気や？シャルトス、力を貸して。なんだこの力。それに姿が変わっただと。歓喜の門よ、静まって。よかった、間に合いました。結構簡単に収まったな。これはスタイルも含めて相当なものね。面白いわ。デビルかとも違う。なんだ。ふう、この力。ふんふんふん、世界は広いの。あなたたちは亡霊じゃないですね。どこの世界の方々ですか？機械に、鬼妖怪、霊界の人もいる。いえ、全く違う世界の人。違う世界？あなたは？そしてここはどこなの？私はアティと言います。何者かと言われたら家庭教師でしょうか。え、先生？先生にこんなことが？近頃の女教師は恐ろしいのを。生徒をたぶらかす以外の力もあるとは。先生、エッチなのはいけないと思いますとか言いつつ、そんなことしません。お前の女教師像はどうなっているんだ。アホはほっといてな。アティ先生、地元の人やろ。ここはどこや？ここははぐれ者たちの島と呼ばれる島です。あなたたちは？おそらくこことは異なる世界から来た。敵も味方も入り乱れてな。この門はどうしてこんなことが起きているんだ。これは歓喜の門。無秩序に召喚を繰り返す召喚術の実験装置です。転移座標がこちらに引っ張られたのはこの装置のせいらしいな。面倒な。召喚か。精神体、霊魂まで呼び出すとはなかなかのものだ。亡霊たちに罪はありません。彼らは犠牲者なんです。ならば解放してやるしかない。協力してくれるか、アティ先生。わかりました。召喚師としてお手伝いします。太陽が呼んでいる。敵14体。もう誰が味方なんだかわからん。ちょ、見てみよう。ほんほんほん。あ、ストライダー飛竜の忍者軍団はいると。で、これ何入れられんの、サポート。ユニット設定、どれに今焦点があってんだ、全然わかんねえぞ。ここに入れてみよう。まずは面接をしましょう。そういうことか。じゃあこれでいいや。 OK、 行くぜ。まずはちょっと宝箱回収だな。あいつ普通になんかボスっぽい感じでいるな。ストライダーヒルをどっちに持ってくか。こっちに持ってくか。出番のようだな。あの宝箱を回収しよう。で、こいつ、いきなり攻撃できる？攻撃できねえか。こっちに持ってこう。来るか。攻撃力は全然ないな。硬そう。見た感じ硬そう。そうでもない。弱い。1回の攻撃でなんとかなったな。
これもじゃあ反撃していくか。409。こいつは結構食らうな。吸収された。わしに逆らうとはいい度胸。ほら、そうか、こいつはちょっとボスチックな感じだったもんな。当たってくかこれ。頼んだぞ三島。思ったより減ってない。まだいけんな。ウケんなこれ。うう、うう、みたいな。ここまでだ。おお、来た。これどうする。なんか使ってきた。おお、まとめて片付けて。やばい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 、やばいんじゃないこれ本当に。おお、すっげえ食らった。防御しよう。防御しよう。こいつも普通に来んのかよ。ちょっと一旦くらい待ってくれよ。ちょっと待って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 。まず宝箱は普通に取りたいから。行くぞ。開けられる？開けらんねえな。宝箱に集まりつつ、こいつは倒そう。もっと私を続々。死神くん、先生お願いします。雑魚敵は弱いな。もう誰も傷つけさせない。こいつの援護攻撃強い気がする。ちょっと総ダメージがいくつ当たってるのか分かんないから、本当に強いのかが分かんない。始めるよ。こいつ普通に攻撃するか。忍者らしい動きだ。今ここで倒れるわけにはいかん。で問題はもうこいつのヒットポイントはかなりやばいってことだ。アイテムでアップルグミを使おう。ほい。でこのボスキャラをちょっと3人で1回タコろう。倒せるときに倒す。ほら、こいつも召喚して。オーラ行くぜ。必殺。この俺の前に立つとはな。引っ込んでるよ。貴様の言う極限撃。見切った。いけそうだな。まあ、これで倒せることはないけど、この時をもう一回攻撃すれば倒せんな。これできたら誰。おー、つい。うわ、カウンター。マジか。しかもかっこいいカウンター食らった。やばいやばいやばい、これはやばいぞ本当に。うわ、1500。行くぞ。行きます。ん、誰のターゲット合ってる。こいつだよな。ナイフ解除するわ。えい、止め。よし、弁護士先生頼みます。倒せるよね。頼みますよ弁護士先生。結構ギリだったな。 OK。 こんなところで死ぬわけには。無駄だ。何を企んでいるかそれはもう聞かん。ここで死ね。あの方のためにも私は。さようなら。いいのか、飛竜。致命傷だ。助かるまい。あ、そうなの？だが、奴が連れていたメカは、確か第四帝国で使われていたもの。あの第四帝国はすでに滅んでいる。それにあの方だと。一体今何が起きている？任せろ。こいつはちょっとここら辺で。あの金色のやつが来そうだな。こいつに攻撃ができる。この場で滅ぼす。オーケー。あ、こいつはなんとかなるな。雑魚敵は。
これは大丈夫。解除するわ。車輪脚。よーし。で、あのちょっと強そうな忍者くんが来たら完全ガードするか。油断大敵だ。こいつこいつ。うお。マジか。ガードする間もなく。鉄拳キャラが死ぬかもしれん、このままだと。めっちゃ来るな、こっちに。まあ200くらいだったらね、全然やっていける。頂上、そうか、あれは頂上と呼ぶんだ。覚えておこう。おお、何もできない。応戦しないと。こいつは別にいいでしょう、反撃して。1500か、結構食らうんだな。4400、そこそこ一分とかあるな。私に任しときなって。私は大名車、ヤリクターン、これが私の超本気。1000は無理だな。しくじる。うおー、来たー。完全防御しとこう。あれ、あっちのやつじゃね。これ完全防御しとこう。やばそう。ゴミを片付けるか、受けるがよ。引かん、そんなもの。無駄無駄無駄。忍者くんをなんとかしないといけないしな。こいつ、なんでこんな光ってんの。やばいから。アップルグミをもう一回使うか。ほい。ほい。気流もちょっと減ってんな。なんかめっちゃアイテム使ってるけど。でもまだいっぱいある。まずちょっとアイテムをいただきたいです。ほい、オープン。食材かな？いちごキャンディー。食材ね。まあ、ザコはおとなしく。レベル5か、ようやく。なんか覚えた。飛竜はこいつを倒すか。こいつもレベルは5。で、届かない？届くか。こいつらが一番あれだよな。普通の人間だよな。まあ、鉄拳キャラも普通の人間っちゃ普通の人間だけど。あ、レベル4だ、こいつら。どうする。ヒットポイントが4000か。後ろから攻めればなんとかなるかな。こいつの弱点は一応ブロックありか。私たちに任せて。よし。おお、意外になんか960当たってんな。強い。こんな戦い。オッケー。お前が連れている式神、どこで手に入れた。それは陰陽師の技。サイボーグが使えるものではあるまい。こいつはサイボーグじゃないのか。あ、宝箱取らないといけないんだ。ちょっとこいつ宝箱取りに行こう。あれ、動けない。ちょ待って、ちょっと待って。宝箱、ってことは、まあいっか、このターンを終了しよう。おお、動いてきた。完全防御。始めよう。完全防御。ゴミ
これは見ないといけないのかな。無駄だけどね。俺に宝箱を。あと何ターンかかる。こいつはなんで動けないんだ。気絶してるのかこのマーク。そういうことね。ここで決着をつける。ブロックがあるからまずこれを持ってくると結構ブロックができる。よーし、なるほど、少しずつ使い方が分かってきた。で、あとこのボスどうしよう。1万6000あるか。まあ、ちょっとまだいいかな。宝箱をちょっと取ってから倒そう。私かな。うおー、いけない、ギリギリ取れない。まあ大丈夫でしょ、耐えられるよ。完全防御。無駄無駄無駄。で、宝箱をゲットする。奇妙なコーヒー。もう宝箱ないよね。もういいや、こいつは。もうこっちの方にちょっと宝箱あったとしても。あるあるよ、宝箱。どうしよう、取りに行こうかな。ストライダー飛竜あたりでちょっと取りに行くか。ここ行かないといけない。動けなくなった。よーし、開けましょう。こんなところにあるから。変な紅茶、こんなところに変な紅茶があるのか。まあいいや、あとはあいつをボコすだけだ。とりあえずこいつで行こう。で、これ使ってブロックも外してもらおう。よし、OK。ヒットポイントは高いな、やっぱり。うおお、なんかがロックされた。出番のようだな。行くぜ。硬い。退屈はさせない。よーし。あれがめっちゃ上がるな。うわ、タフだな。レベル5。なんか覚えた。一応こいつは連れてくか。サポート OK。来い。受け取りたまえ。後ろへ、ソルフィス。よし。天地万物の力よ。これでいくつ減らせられるんだ、必殺技で。結構減らせられんな。よし、レベル6、7000か。なんか死ぬかもしれん、あいつ。防御しとこう。で、あと XP の高いやつでいこう。必殺技が使えそうなやつでいけば。1しかねえな、結局。ストライダー飛竜でいくか。行くぞ。後ろ取れるし。ほら行け。よっしゃ、そこで待っとるよ。ガードを切り崩す。終わりだ。あれ、残ってた。
所詮は口だけだったな、こいつも。どうせまだ体が不完全だとか、ほらね、言ってきた。まだ力が安定せんか。だが悪くはない。どうやって復活した、パイロン。宇宙が私を求めたと言っておこうか。そんなんで納得すると思う？それを確かめに行く。この門の扱い方は理解できたのでね。この門の、どういうことですか？こういうことだ。失礼しよう。またなんか出てくるのか。あ、今のは歓喜の門の力。自由に移動できるようになったってこと？ふう、さすがに力はあるよね。確かめに行くとは、どこへだ。さあ、ただ無関係では済まなそうな気がするわね。一応これで、あの先生も仲間になったのかな？ストライダー飛竜とかと一緒に。そうなんですか。日本から来ましたと。アティよ、日本を知っておるのか。かなり昔に日本という世界からこの島にやってきた人がいるんです。だが我々は魔界からここに召喚された。人間界とは関係あるまい。東風は俺がいた時代の人間だ。時空も歪んでいるようだな。歓喜の門、異世界から召喚を可能にする装置。興味深いよね、すごく。カムロ町に置きっぱなしの龍騎1号も召喚できないかしら、サクッと。そんな宅配便みたいな感覚じゃ使えないんじゃないかな。でもパイロンはうまく使ってたよね。コツとかあるのかな。そやな、アティ先生、そのコツ知っとるならわしらを戻せへんか。コツと言われても どうしたらいいのかな。さっさとしろ。さっきの力を解放すればいいだけだろう。はあ、女の扱いが分かってないな。そんな頼み方じゃダメっしょ。渋谷まで戻れればそれぞれの世界へみんなを戻すことができる。頼む、アティ先生。わかりました、やってみましょう。歓喜の門よ、私の呼びかけに応えて。シャルトス、皆さんのためにもう一度力を貸して。おお、門が開くか。お、戻ってきた。てかこいつも一緒に来ちゃったじゃん。やれやれ、ワープ&ワープはいつものこととはいえ疲れるのを。ここは間違いない、渋谷だ。さすがだな、アティ。ありがとうございます、よかった。渋谷、確かにジンの言う通り金の鎖が消えている。大間に回収されたという話は確かなようね。調べたいところだが、まずは飛竜や夏を元の時代へ戻すべきだな。ああ、渋谷601の前へ急ごう。601。ふう、皆さんのお役に立ててよかった。バタみたいな。あれ、そういうことじゃないか。で、あれ、私は来るつもりなかったのに。あの、帰るにはどうしたら。え、そう言われても。そもそもどう言ったかわかんないし。こ、困ります、困りますよ。慌てるな。俺や飛竜、夏はこの渋谷からはぐれの者たちの島へ移転した。同じルートをたどればいい。はあ、そういうものですか。大丈夫ですよね。話がついたところで、私は龍騎1号を回収してきます。カムロ町か。あそこが今どうなっているか後で教えてくれ。了解よ、騎竜くん。はい、というところで忍者軍団も仲間になって、またはぐれちゃうのかな、ちょっとわからないですけれども、とりあえず第4話これで終了したいと思います。